さあ前原蓮司6番上段、一方蓮司6段の寺地、寺地選手も非常にこの今 の, あの安定した力を発揮しているんですがね、はい、まあ今日も順調に残っているという感じがしますですね、はい、今大会上段の構えは8人を数えましたが、その1人前原翔作蓮司6段が赤、一方蓮司6段寺地種俊選手中段の構え、前原選手の上段からの面はよく伸びます。相手を引きつけておいて面に乗る、そうですね、そういうタイプです、はい、でもあの寺地もなかなかあの上段には上手いですよ、寺地選手は去年2回戦で神奈川の伊藤選手に敗れています。今大会はベスト8進出を果たしました。今大会は5段からの選手も参加ということで、弟さんのね寺地選手も出場、はい、惜しくもすでに敗れてはいますが、兄弟でこの全日本剣道選手権大会に出場してきたというかつてない話題をね提供してくれましたね、はい、あの弟も非常にあのダークホースだったんですよ、敗れましたけどもいい選手なんですね。警視庁の寺地蓮司6段、一方赤は鹿児島県警所属前原翔作蓮司6段です。ちょっと寺地選手はあの3回戦で体のブレがね目立ちましたよね、はい、またあのなりましたですね、来ましたね、赤一本ですが他2人の審判はこれを否定しています、はい、ちょっと不十分だったですね、はい、前原蓮司6段のその竹刀がわずかに寺地選手の体を捉えたんですが、旗は1本だけ、もう少し小手を攻めないといけないですね、すで、はい、に3分が経過しています。前原選手はあの寺地選手の出す技を一緒に相打ちにして面を決めようという寸法なんですが、はい、だから十分にあの前原に構えさせたらうまくないですね、だから寺地がもっとぐぐぐ攻めてですね、小手を打って突きついたりしながら相手のを崩さなくちゃいけないでしょうね、は1回戦奈良県の松田、2回戦東京大塚、3回戦山梨坂田選手を破ってこのベスト8に進んでいます。一方の寺地選手は北海道佐賀、2回戦で兵庫浦選手、3回戦で鳥取の山中選手を破りまして準々決勝進出です。寺地選手は今大会面を2本、銅を1本取っています。来ましたね、狙っていきましたね、そうです、でもやっぱり相手に下ろされるというのが一つあるもんですから、もう少し、思い切れないんでしょうね、もうほとんど時間がありません。さあこれで延長に入ります。
それにしても前原昇作練習六段はですね、はい、やはりもう一撃必殺の構えですからね。はい、だから中途半端に攻めるとあれに乗られますからですね。しかし上段に対して寺地選手も正面からいきま す、 そうです、ね、非常に脚力のいい選手、ね、寺地練習六段。そして左右への動きもいいんですね。そうです。さらに寺地選手は小手もありますの です、ね、非常に攻めに幅があるという見方、はい、動きで寺地上段を崩すか。前原が下がります。前原も突きがやっぱ怖いですからですね。前原選手の間合いなどはいかがでしょうか。やはりもう冷たいんでしょうけども、寺地がやはり突きの上手なもんですからですね、はい、一歩冷たいんでしょうけどもなかなかそこがいけないんですね。それだけ浅くなるんですね、はい、だから届きませんですね、はい、それは寺地にも言えるんですね。激しく打っていきました。東京の寺地種俊練士六段です。3回目の出場、警視庁所属、鹿児島県の出身、法政大学から警察官になりました。共に鹿児島県出身の2人の対戦です。1回目の延長戦残り1分を切りました。準々決勝の第3試合、すでに白川、進藤、2人の選手がベスト4に進出を果たしています。準々決勝の第4試合が進んでいます。なかなか決まりませんね。決まりませんですね。もう一歩詰めないとですね、どうしてもそこが分かれ目ですけどですね、誰からじゃ小手も打てないですから、はい、思い切っていきました。前原、前原も届かないですね、さあここで勝敗が決まらずにもう一度市内を合わせます。さあ延長戦です。2度目の延長です。だいたいこういう延長戦になってきますと、はい、ちょっと試合が荒れるか、あるいは膠着してしまうか、はい、だから今なんか寺地選手飛び込み道に行きましたですね、思い切り一発というところなんでしょうが、はい、選手もよく見てますね。しかし ベスト4最後のそのベスト4をかけまして、前原上段、そして寺地中段、2度目の延長は1分を超えました。延長戦は3分です。白川、進藤、宮崎とすでに準決勝に進んでいます。
神奈川県の宮崎六段との対戦は前原か、それとも寺地か。今のはあのツバですね。あのカチッと音が鳴りましたですね、上段から振り下ろしました前原、片手で小手を狙っていきました。長です。寺地が中途半端に攻めますと前原選手に相打ちで下ろされるからですね、だから寺地選手もちょっと攻めあぐんでるんじゃないでしょうかね。もうほとんど時間はありません。2度目の延長、右前原、2度目の延長でも決着はつきません。さあ3度目です。延長は3回目に入ります。顔が寺地、東京警視庁、左に前原、鹿児島県警です。電子6段の対戦は延長3度目、共に上背は176センチ、体重も74キロ、しかし対照的な構え。一発で決まりそうだね。そうですね、今突きつけばいいんじゃないでしょうかね、寺地の突きか前原の上段からの面か。ちょっと前原も慎重ですね、前原下がります。飛び込む寺地、全国警察官大会で寺地選手は個人優勝1回3位1回というもう警察官の中では実力を十分に認められた選手ですよね。そうです。3回目の延長も残り1分余り、詰まってきましたね、はい、これは一つ牽制しました、前原、突っ込んだ、きました、ね、ちょっと頭から突っ込むもんですからね、外れるんですね、突きが。前を詰めていきます寺地、そこにこの突きを出します、
当然ながら上段前原の喉元は開いています。胴に行きました寺地。3回目の延長ここで終了。さあ延長は4回目に入ります。両者はい譲らず延長は4回目に入ります。一歩も譲りません。前原はああいうのを今下ろそうとしましたがね、あそこで決めようとしてるんですね、はい、だから慎重ですからなかなかこれあの勝負遅いんですよね。延長が多くなりますね彼は。つまり寺地のその出足それを受けての面を狙ってるわけですね。そうですね。舞原選手は今大会3度目の延長ということで非常に延長の多い選手になっています。どうでしょうかスタミナの面でどちらがこう呼吸の乱れなどいかがでしょうか。そうですねやっぱりあの前原はだからあの延長で、相手 の, この出てくるのを一緒に下ろして一瞬で決めたいという方だし、寺地はそれまでになんか小手と突きでですね、攻めていきたいんですね。だからもう一歩このお互いに詰めないと決まりがですね、はい、この後根負けした方が多い場合ですね。そうですね面が飛びましたが旗は上がりません。中段の構え寺地連士六段東京警視庁。一方背中前原昇作連士六段鹿児島県警ともに故郷は鹿児島県です。大学は前原六段が中京大学寺地六段が法政大学です。ああ行きました決まった捨てましたね赤3本面が見事に決まりました。前原昇作連士六段ベスト4進出です。上段からの見事な面が飛びました。東京寺地選手の試合は前原選手の面が決まりましてこの勝負鹿児島県前原選手の勝ちが決定いたしました。これで東京白河秋田新道神奈川の宮崎そして鹿児島の前原それぞれがベスト4に進出しています。今のその前原昇作連士六段の上段からの面片手で届きましたね。そうですね本当に根負けっていうんでしょうかね寺地選手が根負けしたという感じですね。 あそこまで待つ方も大変ですけど、はい、同じく大久保和正で行われます。